まりました。スタートしました。飛び出しはほぼ揃いました。内1番オープンファイヤーも好スタート、ダッシュがついて位置取りどうなるか。4番マイネルカンパーナ並んでいきます。これを8番の里のクロークが追っていきまして、11番エメビベール、インコースから5番メインクーン、拍手枠スタンド前ですが、1コーナーの入りピッチは緩やか。その後14番シーウィザード、さらには9番アームブランシュ、1コーナーカーブ、馬群密集して1、2コーナー中間です。1番オープンファイヤーは逃げを選びました。リード4分の3馬身ピッチを落とします。4番マイネルカンパーナ2番手、その後1馬身差3番手、インコース5番のメインクーン、外から11番エメビベール、間に8番サトノクローク、1馬身差中段に2番英会マッケンロ、14番シーウィザード、あとは6番のエリカバリリア、7番ダノングロワール、一気に動いていって中段から後位、先頭の座を奪いに行きます。並んでかわした最初の 1000m を通過、62秒4のペースで行っています。7番ダノングロワールが途中で動いて先頭、中段の一角に13番ハーツコンチェルトがいます。先頭まで8馬身ぐらい、ちょっと位置取りの動きが激しくなっています。あとは6番エリカバリリア、後方に2番英会マッケンロ、3番メイテソーロ、10番エクセレントタイム、12番鈴鹿のロス最後方です。3コーナー回ります。途中で中段にいた14番シーウィザードも動いていて、3番手外まで上がっています。隊列入れ替わって、先頭7番ダノングロワール、リード体半分、4番マイネルカンパーナがこれについていきました。1番のオープンファイヤーは引いて3番手のインコース、そして外から11番のエメビベール、巨体を揺らして上がっていく。4コーナーへ、この一角に14番シーウィザード、間からは9番のアームブランシュです。第4コーナーへ、13番のハーツコンチェルトは中段外寄り、オープンハイヤーは3番手インコース、直線コースに向かいました。前は7番ダノングロワール、リード1馬身ほど、4番のマイネルカンパーナが追ってきます。残り400、1馬身差の3番手、1番オープンファイヤーは内から馬場の真ん中に進路を選択、9番アームブランシュ、さらには8番のサトノクローク、14番シーウィザード激戦模様、さらには4番のマイネルカンパーナ粘るダノングロワールに、サトノクローク、外からアームブランシュ、エリカバレリア、ハーツコンチェルト、間から3番メイツソロ激戦模様ですが、馬場の真ん中8番のサトノクローク、外から6番のエリカバレリア、6番エリカバレリアだ、ゴールイン、エリカバレリアです。6番のエリカバレリア。